これ声だけ通したんですかもしかして。いや、さあさあお疲れ様でした。はい、ちょっととある揉め事がありまして、僕は分からない。そう、あのキャストの爆弾という揉め事がありました。それの対応で終われてました。すみませんでした。あ、すごいな。これもう本当にやっぱり何があっても爆弾は良くないですよね。まあ良くないね。どう思います？ヘレプのことを好きになって。ヘレプも良くないけど、それを好きになるお前もどうかと思うけどね、と。いや、まあ、なんかいろいろね、問題があるよね、はい、肩ね。よろしくお願いします。あ、これあれですか、ショッツさんの歌すか。いや、なんか、この前、ね、めっちゃ忙しい日曜日に、はい、ショッツさんが LINE が来まして、ライブどうすかみたいな。いや、はい、日曜日は忙しいんですと。はい、どうしてもいけない日曜日は、はい、いつも忙しい時にライブをやらないんで。あ、なるほどね、はい、なるほど。行きたい気持ちは山々なんですけど、行ってみたいね。はい、はい、なるほど。てかさ、なんかミートソースついてるっすよ、ここ。そうでしょ。ほんとここに、ね、なんすか、ミートソース食べたんですか。絶対ついてるよね。いや、ソーさんいない。そうなの、ね、今ソーさんね、カムミーティング中よ。絶対そうだと思うんだよね。ちょっと俺ね、さっきケバブ食ったの。サラエの空へ。ごめんなさい。変な話ですね。いいね、もう年末だね。年末。いや、そうですね。これなんかあれだよね、なんかで流れるよね、年末ね。24時間テレビですか。そう、年末じゃない。年末じゃないですよ、全然。年末じゃないよね。だからこれいいね。これ多分俺らに向けて歌ってくれるかもしれないね。そうですね。もしかしたらね。てか今日やばくないですか僕。何？地元感強かったっすよね。地元感強かった。いや今日何がやばいかって、まずまあ、出勤、あ、ちょっとそうだ。ショッツさん、僕ちょっとジャニーズの番組見てます。はい、30日僕撮影収録で地元帰ります。クハハハタプノの人だ。はい、ちょっと言えないですけど、もう2つの人とは、はい、ちょっと分かります。まあ、言わないと。はい、そうっす。で、あれなんですよ、今日、まあ、街頭インタビュー終わってからの、まあ、出勤 しようと思ったら、びっくりしたことに、え、池田さんみたいな、なんか変なやかに声かけられてて、なんで俺の本名してんねんみたいな、誰がお前みたいな、そう、ちょっと怒鳴り散らそうと思ったら、あ、僕、サケルですみたいな言われて、大学の頃の後輩、大学の後輩にバッタリ会って、名前でさ、そいつ横浜でナンバーワンやってるんですけどね。そう、でそいつなんか今日ワイコレの退任行く言ってたんで、いや、ワイコレなんか行くな、うち来い言うて、そのまま手引っ張って退任連れてきました。はい、そのおかげでシャンパンが3本も入りました。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、でその後まさかの地元の友達がお店にこう飲みに来てくれて、うん、まあ女の子なんですけどね、そう、浮谷郡って福岡県の浮谷郡、まあ田舎よ。僕は久留米っていうところ、ちょっと都会なんですよ、福岡で。東京で池袋ぐらい、そう、栄えてるんですよ、ちょっとだけ、ちょっぽりだけ栄えてるんですよ。その子は浮谷郡っていうところの、はい、まあ昔ヤンキーやった女の子がこう来てくれまして、はい、すげえなんか地元の話でワイワイになった。いや、今日はね、いい営業でした、本当に。本当になんか、福岡観光行ったのかと思ったよ。は、はい、いや、福岡感が強くてね、そう、すごい、すごいね、地元感が超あったよね。いや、ちなみにたけるくんはあれ、山口の大学時代にあった彼なんで、福岡全然関係ないですよね。ばあちゃん、関係ないちょっと持ったっすよね、やっぱり。ちょっと持った、ちょっと良くないですよね。ホストはよく盛るから、話を。いやいや、盛るのは髪だけにしましょうねって。いや、総合さんだったら言うであろう、このセリフ。絶対言う。あと5分で行くわ、ホストのあと5分で行くわ、あと多分20分ぐらいで来るわ。何ですか、ん、何ですか、 どこにそういうのを書いてありました。違うでしょ、ピカスさんのあと5分で行くわ、大体1時間後じゃないですか。いや、俺はちょっと群を抜けてるから。いや、とかもうびっくりしたのが、はい、まあ、2年前、そう、年前にプール行こうっていう話をピカさんとしてて、このピカさん家の前で待ってたんですね、バイクで行こうって待ってたんですけど、あと5分で着くよ言うて、まあ、35分後に来たんですけどね。
すごいのよ。家から出てきた瞬間めっちゃシャンプーの匂いするやんみたいな。そう、今からプール水素に浴びてめっちゃ臭くなるの、塩素を浴びて臭くなるのにね、がっつりシャンプーしてくれるこの人の気が知れません僕は。はい、やっぱなんだろう、清潔感ある感じで行きたかったな。いやどうせ硫黄臭くなるのに、硫黄手が塩素臭くなるのに。いや、やっぱりね、なんかマナーじゃん、プール入るのにも。僕ちょっと、はい、テディから面白い話聞いたんですよ。何すか。ちょっと待って、ヒゲシャンプーしてるの本当っすか。マジっすか。すごい話。いや、なんかテディが言ってたんですけど、このままあったのかな。なんかヒゲ結構シャンプーしてるって聞いたんですよね。トリートメントもしてる。シャさん聞いてくださいよと、ショットさんのヒゲ結構いい匂いするんで匂ってみます、匂ってみてくださいみたいな。はい、いや俺匂ったらお前ただのゲイじゃねえかよみたいな。ほんまっすかあれ。やってますけど。マジっすか。頭のやつがダメってそのまま。あー、なるほど。あー、だからヒゲ伸ばしたことあります。俺ない。あ、僕も1回だけある。1回だけあるんだけど、僕も1回あるっすね。失敗したっすよね。失敗した。似合わないっすね僕ら絶対。似合わないし薄いし、なんかスッカスカだし、なんかあんまりね。はい、お疲れ様です。はい、今ニコ生出てます。はいはい。了解です、わかりました。社長、なんか一言お願いします。おーまあ、誰だうん、わかんない、社長に、ね、社長が言いたかったら、多分きっとじゃあ、そろそろ僕寝てますね。じゃあ、皆さん、お願いします。嘘でしょ、本当に。いやいや、まだ大丈夫。まだ大丈夫。ちなみにこの前僕鳥の市で全員出れなくて放送垂れ流しにした時あったじゃないですか。あれって結構コメント数があったんですか。結構来てた。マジですか。あれちなみに何を流してくれたんですか。フワさんとはい、の対談してるやつです。はい、ああ、なるほどなるほどなるほど。やっぱフワさんすごいですね。ちょっと待って、俺もっとマジ誰かやりたいわ。いや、ピカさんは話が面白いから全然一人でやれると思うんですよね。そうでしょ。本当ですよ。ピカさんってどうなりたいんですか。どうなりたいんですかって。ホストとしてどうなりたいんですか。え、どうなりたいんですか。いや、もうね、どうなりたいのか、もういいよね。なんかもうミュージックも終了し、いや、なんか最近うちの店にシュンティっていうキャストが2部のキャストなんですけどね、来るんですよ、同業で。そう、うちの系列の2部なんですけど、で、その次の日誰が来たかって言ったら、ね、2部のナンバーワンのケンタピーが、もう絶対来ると思う。ピカさん指名で来て、うん、ワンチャン思ったのが、この前ミクスチャーライブをちょっと拝見したんですよね、ピカさんがやってるミクスチャーライブを。なんか俺もなんかもうファストとかどうでもいいし、もうなんかもうやってらんねえやみたいな言ってて、ワンチャン2部に行くんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。ねえねえ、気にしい気にしいすぎる。そうだからちょっとね、病んでるんですよピカさん今本当に。じゃ、病んでないから待て、病んでる原因ないでしょ。病んでる原因はそう待て待て、気にしすぎて全く普通なのに、ことがどんどん大きくなってくる。これ、はい、ことが大きくなってきてしまう。これはすごいよ、なんかピカさん本当になんかね、はい、本当ね遅刻しなくなったなと思ったらもうやめたいみたいな。ちょ、待て、じゃあ、なんか言ってません、一生懸命頑張りますって言ってる時はめっちゃ遅刻する、はい、そんな人どれか来てだから、はい、全くもって移籍もしないし、てか安心してください、はい、259番、絶対お前、はい、おいリアチやろ絶対、はい、僕の同級生、絶対お前そうやろ、お前絶対そうやろ、絶対リアやろお前それ。歌舞伎町時間潰せる時はね、そうね、オリスパ。あ、いいね。ショットさん、時間潰せる場所どこっすか。本当ですか。キャンディーマジックっすか。今ここキャンディーマジックっすか。ここ
ここキャンディーマジックですか。ここ時間潰せる場所、ここだよ。キャンディーマジックすか。お隣さんですもんね、キャンディーマジックここ。あのお米田コーヒーですね。そしたら、あの住所出してもらっていいですか。おっぱーい。おっぱーい。もうあの完全にね、ここだよ。なんか気づかすか。違う違う違う、今かよかった。めっちゃお父さんじゃないですか。なんかあの住所、住所、うん、え、ピカさんだったら歌舞伎町で時間潰します。さあ、どこ行きますか。自分ち。いや、歌舞伎町じゃないじゃないですか。全然大久保じゃないですか。あ、言っちゃった、ね、言っちゃった。だってだってだって、あのだって普通にだって1メーターで帰るんだったらもう帰るよ。まあそうそうね。いや、歌舞伎町、歌舞伎町で時間潰さないとどこですか。クラブビジョン。それ多分クラブビジョンのソファ寝るだけですよね。違う違う、ルノアール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 潰せます。でもいや、わかんないわかんない。面接中のホスグリみたいなやつしかいないじゃないですか。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。やばくないですか。いや、僕もスカウトとなんか会合するときは大体ルノアールなんですけど、周り大体なんかスカウト待ちの女の子みたいなバーッているじゃないですか。俺もホスト始めるときにあそこでなんかすごい人たちに囲まれて、はい、やめる、こんな、こんな、こんなんとこんな人っすね。いや、もう進むしかなかった。え、ちょっとさ、だったらどこ使います。暇つぶしですか。はい、どこですかね。暇つぶさないですね。あの、笑ってるっていうことは分かったよ。いやいやいや、暇な時間がありません。地下っすよね、ここのビルの地下ですよね。絶対ここのビルの地下。なんですっけ、ゴシップガールですか。いや、でもアルファって感じ。アルファ、アルファになったんですね。そう、いや、もうね、あの、まあどういうお店かというと、こういうお店ですね。ピンクのサロン、ピンサロです、はい、なんで黙るんすか、なんで黙るんすか。気まずいやん、気まずいやん。お酒でも飲もうかなと思って。寒くなったっすよね、ここ最近。ここ最近寒くなったね。北海道も雪めっちゃ積もってるらしいんですよ。あ、めっちゃ積もってるね。皆さん、ウインタースポーツとかやります。ウインタースポーツ大好き。僕ら、あの、再来週行くんすけど、スノボに。え、それ、え、あ、俺も行くってこと。そうそう、はい、はい、再来週、再来週、再来週っすね。2週目は水曜日ですかね。え、3週目、3週目っすね、3週目水曜日。3週目だよ、うん、そうだ、あ、3週目だったら多分大体ね、あの、うん、雪が積もってるから。てか、うん、クリスマスじゃないですか、もう来月、うんうん、あの、毎年僕らクリスマスは幹部は1万円で2品買ってこいっていう。あ、何もらったら嬉しいの。ノルマがあるんですよ、ね、はい、ノルマがあって、去年何渡しました。何買いました。電動歯ブラシ。電動歯ブラシがそれいくらですか。8900円。もう一つは、ウコンの力。あ、僕もそんな感じなんですよ。僕9000円ちょいの電マ。どんだけ高性能な、なんか何十パターン。いや、しかし、あの、こっち用っすね、硬い用の電マ。で、で、はい、どっち用とかないでしょ、あれ。そう、電マ買って、はい、で、どっちとかないと思う。残り700円何使おうかなって。はい、あの、ライトと竜とかめちゃくちゃあのツボ入りやした、もうドンキでブツがありまして。何、うん、まあ、じゃあ CM お願いします。CM の後にちょっと、いや、もうこれ、ね、言うんで。そうなんですけど、まあ9300円電話を買いまして、9300円、はい、はいはい、で、残り700円何に使おうかなと、
はい、でまあリュウトとライトと相談した中でもうあいつらツボ入ったものがありまして、はい、でそれを買ったんですよ。買ってまあ詰めましたと、包装しましたと、まあ、このぐらいなんですけどね、はい、でまあ電波はもうまさかよかった、僕のお姫が当ててくれました、はい、僕のお姫が当ててくれました、まあね、もうくじ引きなんですよ、はい、誰が誰の高性能電波だからね、ものもらうかわからん。でそのもう一つのちょっとのネタの方受け狙いで行った方がね、はい、まさかのまじであのふわりさんの、ふわりさんの僕が一番苦手としてる、ヘルプとして苦手としてる、多分キラーズと誰だろうなっていうお姫にバッツリ当たってマジかいみたいな、ちょっとやばいね。でライトとリュウとは中身してるんでめっちゃクスクス笑ってるんですよ、うん、うわマジかーみたいな、どうしようみたいな、はい、最悪やみたいな、もうめっちゃ冷や汗ですよ、もうまあ寒いじゃないですか12月って、はいはい、ブワー汗出て、もううわどうしようどうしよう、もうガタガタ振られて、絶対怒られない絶対怒られないで、ふわさん煽るんですよ、いや絶対シュナのものやから絶対嫌じゃないみたいなそう、その時は旧姓の方は旧姓の方はまあ出てないんで、でふわさんも何を買ったか分かんないんで、で言うんですよ、お昼めっちゃ合うんですよ、いやシュウやあいつナンバーワンだから絶対やばいやつ買ってるから、もう絶対こいつのものいいや、よかったなお前パシーンって、こうなんか逆にヘルプしてくれてたんですよね。ただそれが僕からしたらいい迷惑だったんですけど、700円何買えんの。でお姫がこうマジかシュウやからバッと入りながら、はい、こうビリって破るんですよ、はい、ビリって破ったらファサってパンツの大群がパンティの大群がファサって出てくるんですよ。でその中にまたでもう何これみたいなこう広げるわけですよ。ティーバッグベージュのパンツとか、ベージュのパンツはリュウとか選んだんですけどね、はい、おばあちゃんが入ってたの。それ何700円で買えたの。はい買えたっす、手づかみで、はい、なんかあるんですよ、ドンキホーテで1枚50円とかそんな感じのやつがあるんですよ。それを詰め合わせて入れてたんですよ。いやなんか分かります、女の子ってパンツ大事じゃないですか。パンツ大事なの。一回 DV された女の子助けたの覚えてます、東新宿駅で。ああでそしたらその女の子のカバンの中からパンティ入ってたの覚えてます。覚えてないで、そこ突っ込んだんですよ、なんでこれパンティ入れてんのって言われたら、はいはい、いやなんか女の子って汚れるのよ、男には分かんないと思うけどられたんで、あ、なるほどと、それが僕は頭の中に残す。あ、なるほどね、なるほどね、なるほどね。だから、パン、カバンに替えがあった方が助かるんじゃないかっていうのが働いてるわけだ。だって、きっとね、パンツ履いてる女の子なんで絶対エッチする時、絶対こうやって、こうやって、こうやって絶対これ、そうじゃないですか、絶対そうじゃないですか、絶対そうでしょ、だって いや、痛いでしょ、今、そういう人痛かもしれない。こうやって、ね、はい、こうやってちょっと見ないで、はいはい、ちょっとダメ、暗くして、はい、もう、こうやって、明るくない、暗くして、はい、暗くして、言って、パッ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 ってこうやる。で、まあ、はい、そういうパンツを見ると大体、はい、シミがピッついてる、黄色いやつついてる。なるほどね。はい、まあ、ね、優しいね。ほんとに、その人たちのために、だから、替えをね、プレゼントしたと。そうっすよ。なるほど。ただ、一つだけ、まあ、不自然なのが、はい、パンツとブラの色が合わないっていう、うん、まあでもでもお前絶対変えてきたやろ、はい、だから入りはそれで行って脱ぐまでやって、はい、もう帰りはなんかもう適当になんかもうかけて、はい、ね、適当なのを履いて、だってそのフォアさんのお姫のこう、はい、ティーバッグを開いてる時の顔がまあもう鬼もう忘れられないわけあ、見ようとヘルプつけねえなと思ったもん。だって、だってまあ多分主力のプレゼントものすごいのが来るっていう期待からのジェットコースターからね、しかも大嫌いヘルプからのプレゼント、いやいやいや最悪やん、絶対最悪やん、いやすごいもう、はい、なんかでもこれは笑い話を買いましたみたいな感覚になるじゃん。そうライトも悪いんですよ、ライトもこれなんかやばいから下から開けた方がいいですよ、はい、上から開ければいいのに下から開けたらいいですよって、はいはい、下から開けさせるんですよ、下から開けたらもうパサーこう一気に倒れそう、一気にパサってパサってこうパンディの体がスパッて落ちるんですよ。うわマジかいみたいな、もうリュウと大爆笑、ライトバイ大爆笑、俺苦笑い、うわバーグでも笑いたいどうしようみたいな、いやまあふわさんあぜんはみたいなはみたいな、いやまあそれはねえやっぱりなんか場の空気が一番新鮮だもんね。いやそうです、うん、その場で俺も苦笑いしたかったわ俺も苦笑いしたかった。何しましたプレゼント、プレゼント何しました。あ、ほんとに電動歯ブラシと、なんすか、ウコの力、ウコの力、ね、まあどうせ酒飲む場だからなんかもうほんとになんか1万円以内にしてくださいみたいな縛りがすごかったの、はいはい、なんかそうですね、1万円以上は使わないみたいな、そうだよ、だからもう本当にウコンのなんか3本セットみたいなやつを
買って適当になんかまあどうせ酒飲むからこれもらったらなんかいいじゃんって、そうですね、思ってね抽選でこう当たったね人がまあ当時ライド君のお姫なんだけどライド君のお姫はノンアルです、うん、お酒全く飲まないですその人にウコンを、贈呈して俺も一緒の顔されたはっていやですよねですよねこれ何って今年どうします、いやもうだってこんなところで言ったらだってもう、はい、どうしようみたいな感じになるいや今年僕もどうしようかなと思って、だからなんか面白いやつやりたいよね今年だから、まあ、ブラにしようかなと思って、うん、いやそれもだよ、ね、結構なんかさ形からして結構かさばるしパンツってなんだかんだ誰でも履けるんだあれしかも50円で買えないでしょ買えるんですよえあのまあドンキのあの大久保ドンキのパジャマ売り場わかります、はい、わかんないパジャマ売り場あるんですよなんか着ぐるみとか売ってある場所、うんうん、あそこの奥に下着売り場があって、はい、こういうなんかあの手つかみでなんかどうぞみたいななんかこういう箱みたいなところでめっちゃ多いんですよパンティーもブラジャーも手つかみでオラーってパンティーのみ手つかみ でライトとリュウとあいつら悪いから、はい、僕が知らない間にベージュのパンツとか入れてるんですよ絶対これうちの缶が入ってるやんみたいなやつとかなるほど、ね、がっつりレースなんですよやばいっすよ、ほんとに。はい。まあ、でも、言うたらさ、あの、くじ引きじゃん。うん。いい方当てろよっていう話じゃん。もう言ったら。だって来てくれた人も、だから、当たりを引くか、ね、あの、外れを引くか、みたいなで、あの、こう、やる感じだ。あ、そうっす。だからもう、それは、まあね、いいんじゃない？俺はいいと思う。なんか負けありっすね。いや、じゃあ、めっちゃ負けありっすね。なんかこう、でも、はいワンチャンいいのも当たるからねいやまあ去年ねもう社長がねディズニーチケットとかあげるもんだからねいやそうそれちょっと当たってしまったらちょっと考えるよね、まあ、僕の姫が当てたんですけど2人用で入ってるでしょ、はい、僕の姫が当てたんでまあ行ってきましたけどうん何でもいい行かないといけないもんねあそう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 やっぱりね、でも俺ら週4だからあ、週4じゃない、間違えた月に4回しかやってんだよいや、そうっすねそう、結構どこで行くかみたいな大事な休みが潰れちゃうっていうどうしましょうね、今年、本当にもらって何が嬉しいですか、じゃあ逆にでもね、風俗の女の子が大体言うことはまあボディクリーム欲しい大体言うんですよねお風呂にそっちはあるからはいで、はいね、もうなんか怖いんだけどなんか次キャバの女の子が、はい、僕5人中3人言ったことがあって、はい、すげえなと思ったことがあって、はい、え、もらって嬉しいもんって何なのって聞いたら、うん、僕の姫ですけどね、うん、そしたらその3人は口揃えて言ったっすね、うん、俺分かったクラミジア検査薬なんでやねんもう俺もう全然現金とかかと思ったよ何お前みたいなそしたら、まあ、そうそうねだってキャバの子って忙しいからなんかはい、いやもう罰金取られちゃうし休みないじゃないですか、はい、僕らと一緒で、はい、病院行く時間がないんですってはいそう、うん、らしいですよもう怖いねでもソープとか風俗働いてる女の子って怖い、ね、店がこう行けっていう、はい、あるじゃないですかはいこう行かないと出勤できないっていうはいそうなんか今ね南の方まで梅毒流行ってるらしいよ、うん、言ってたすごいねなるほどねてかジル・シュワートの香水って、はいはい、めっちゃマカオの匂いしませんでしたあいやするかもしれないあ絶対に流しあれ上のアロマでジル・シュワート流してるんですよねあれ多分マカオいやどうなんだろうねマカオに果たしたあのじゃあ少々僕はお邪魔しますせーいでじゃあお疲れでしたちょっとあと20分あるよカーンじゃないよ本当にちょっとさ、いつまでですっけ今月の12月末ですかそうです、12月末あ、12月末まででこの前世鏡の危ない役が終わるんでしょうもねえホストたち、この枠取っとけよじゃあな、お出したいえあ、主役でしたお疲れっすお疲れっすさてだね、彼ちょっと待って、
本当にね、行ったよ。まさかの相対したよ、彼。本当。マジでね。さて、俺はね、ずっとこの放送始まる時から、いつ出るんだ、いつ行ってしまうんだってこう思ってたんだけど、行ったね。行ったね。てことで今から20分何しようかっていう話だから、本当に。もうくれ、もうね、ピカボッチだよ、本当に。放送事故だよ。いやー、さて遊ぼうか。ほんとね、そう、なんかね、まあもうクリスマスだよ、クリスマス。みんなクリスマス何しますか？めっちゃシュールな放送になるからね、今から。うん、じゃあね、わらとかじゃなくて、草とかじゃなくて、クリスマス何しますか、皆さん。みんなコメント、もうコメントちょっと、コメント同士で喋り合ってほしいわ。これもう結構寝そうだったところをこう、まさかの、あ、今日横浜だー言うて来たからね。コメント同士でちょっと語り合ってほしいわ。そう、クリスマスぶっちゃけ何もらったら嬉しいの、みんな。でも1万円ね、1万円で考えて。おお、じゃあもうここからちょっと、クリスマス特典。はい、もう話さない、クリスマス特典話さない、ここの2人、はい、相番指名のお姫に限り、僕がマセラティで、六本木のイルミネーションからのなんとディズニーランド連れていきます。これマジで、ほんとマジで、割とマジで、ほんとマジで。じゃあ、お疲れでした。じゃあ、お疲れ様でした。はい、終わったら美女に来てくださいね。俺、美女に行くの。はい、終わったら美女に来てくださいね。マジで、トスさん、お疲れでした。お疲れ様。はい、そういうことらしいんで、マセラティ乗ってます、修也くんは。なんで、マセラッティ乗れるのは人生で何回やりますかっていうところなんだけど、多分マセラッティ乗れるらしいよ、本当にらしいんだけど、今ね結構ね完全なる巻き込み事故食らったっぽいよ、これ。巻き込み事故食らったね、これね。マセラッティで、そうするよ、これ。びっくりした、俺も今初めて聞いたし。台風だったね、今ね。でも いいね、そう、そういうことだから。マセラッティ乗せてくれるし、そう、なんだっけ、イルミネーションって言ったっけ。イルミネーションも見れるし、ディズニーも行けるし、そう、そのまんまなんかね、わかんない、いろいろ言ってくれんじゃない、なんかようわかんないけど、そう、すごいすごい得点つけてきたね、やっぱりね、去り際にね。彼はね、いや、めっちゃ豪華でしょこれ。だってもうクリスマスだって、もうそんな得点つけられてもちょっとやばくないってことで、でも限定条件、すごい縛り作ってきたからね、すごい縛りを作ってきたよ。俺と、ピカさんの相番のお姫、この縛りやばいじゃん。この縛りやばい。この縛り、そう、相番っていうのは、例えば僕を指名してくれた人と修也君を指名してくれた人の、宅のことを相番って言います。だからまあ修也君だけ指名してても、俺だけ指名してもダメってことです。かっこ俺は行きたくない、やめなさい、やめなさい、やめなさい。ってことで、そう、 CM の後に、ちょっとすごいね、いろいろちょっと暴露するんで、 CM どうぞ。
も6周年か。海釣りっていい店だよね。やっぱ他より稼げるしやめられないよな。私匠のことが好きなの。いやいや俺の匠だから。シュールな映画ね、広がってるでしょ、みんなの前に。楽しいね、今日もね、幸せが止まらないよ。米がね、コメントね、ちょっと伸びすぎて追いつけないよね、今の俺の、ちょっと酔っ払ってる。じゃあ、ビジョンで今なら誰が欲しい？ちょっとわかんないな、それどういうこと？あ、今呼ぶなら隣に誰がいてほしい？誰だろうな。俺がね、今ね、もしもこの状況でいてほしいというか、楽な人はね、どうしようかな。じゃあ俺がランキングつけちゃう。まずは、はい、ああ言えば For You の総合さん、よいしょ。あの人がね、ここにいたら大体何言ってもずっと喋り続けてくれるから、超楽。そう。そして第2位、修也くんいたらもう絶対に安心安泰視聴率、150% はい、取れます。そうってことで、修也くん、いや、まあ1位みたいな感じだね。あとなんだろうな、よう喋る人がいいよね、隣にいたらね。あとは命がけとかそうかな。あとね、いてほしい人でしょ。なんか俺がね結構ボケてるから、ツッコミ側がいいね。ツッコミ側で言える人、誰だろう。小春とか、小春くん。そうミュージックがシュールすぎやろえ、ナイスソング。そう、もうちょっとでコメントが1000件いくから、あと400件頑張ってね、あと10分で。そう、あ、ソウゴさん、あ、ありがとうございます。ってことでね、ソウゴさんもいるし、あとシュウヤ君もください。シュウヤ君もください、これ真ん中に。主役の画像、今探してくれてるからね。そう、そうこさんね、今日はね、真顔コンテストでね、多分優勝狙ってるから、今日どれだけ真顔でいけたのかっていう、コンテストだったらね、多分優勝できるんじゃないかっていう。そうこさん、ちょっと寄りすぎだね。ちょっと一回戻ってきてもいいかなって思うんだけど。でもそうこさんは本当にね、絶対にブレないから、何言われても今日はね、ブレないって決めてんの。本当に今日は真顔で自分言っていいっすかって言ってたから。そう、そこさんはブレないで、真ん中に修也くんもらっていいっすか。いや、なんか一人ずつ足しててもらっていいっすか。なんかちょっと結構難しいっすか。でもそこさん出してくれたらめっちゃラッキーっすね。俺ね、本当にね、よう分からんけど、そう、そうごさんはね、今日決め顔でずっとやってくれてるよ。なんかね、いつもはね、
あの、総合さんの真似して、総合さんの真似して、キャストのモノマネシリーズいっちゃう？キャストのモノマネシリーズ。じゃあ、じゃあ、はい。まず、あ、来ましたね。あ、じゃあまず、左から行きますか？総合さんのモノマネ行きます。3、2、1。ピカさんがそうやって言ってるけど、あの、それは、そういうことで、そう、ちょっと待って、ごめんね。今、ツッコミをこう説明するっていうボケだったんだけど、ちょっと無理。シュウヤ君行きます。3、2、1。サンキューなぁ、これ絶対最近言うから、めっちゃ。めっちゃシュウヤ君言うから。うん、サンキューだじゃない、サンキューなーって、似てるっしょ、これ多分知ってる人は知ってるから。そうで、しゅうやくんがやる、千原ジュニアのモノマネ。自分、この前牛丼食いに行ったんすか。牛丼行ったもう上にゴキブリわー乗ってて、わー持ってみたいな。はい、しゅうやくんです。はい、次、じゃあなんかちょっとビジョンの人、なんか宣材写真どんどん載せてってもらっていいですか。従業員モノマネやります。次、あのパッてこう浮かんだ人のモノマネをどんどんやっていくからね。あと残り10分だから。そう、しゅうやくん手が切れてる。確かにね、もうやばいねこれね。完全にね、拳やられてるよねこれね。しゅうやくんよくやってる。しゅうやくんのモノマネは、まあ、そうだね、あのしゅうやくんがよくやる、モノマネだから。でもなんか心強いね、この画面越しにはね。でもあの実際俺の隣に誰もいねえから今今誰もいねえから、俺一人しかいないから本当に。そうで、まあ総合くん、しゅうやくん分身の術でいこう。そうだね、ちょっとあの分身の術使うか。本当にさ、何のハマり食らったっていう状況だからね。さてさて、いいね。結構従業員の写真、あ、切り抜いてる感じですか。そうなんです。なるほどなるほど。もう本当にね、スタッフさんが今一生懸命うちのスタッフの画像を切り抜いてます。切り抜いて載せてくれてるから、ちょっと時間かかるからね。このあと残りね8分ぐらいなんだけど、8分の間に何人、載せれるのか。で、載ったやつのモノマネを俺が全員してくから。そう一生懸命切り抜きすぎて手がなくなったって言われてます。あの、いやこれはね、多分あれじゃない、照らし合わせた結果。なんかでもこういう手してるもんね、しゅうくんね。なんかこういう模様入ってるもん手に。そう、これ多分ミスじゃないんだよ。そう、とりあえずピカさんによりピカさんのモノマネして、一番難しいやつ。いや、ということで、みんな、これ俺、今酔っ払ってる時の俺のモノマネね。ということで、ガラス取っていただいて、じゃあ、行きますか。乾杯みたいなのが俺です。はい。今全然あの、めっちゃ酔ってるわけでもないし、普通だから。そう。で、俺のモノマネやったでしょ。ひろしさん、あと何十秒かかりますか。適当ですよ、もう切り抜き。ピュッピュッピュッと出していただいたら。でもね、いいね、コメント伸びてるね、ほんとにね。だからもうちょっとでね、フルマラソンピカソが完走するみたいな感動シーンだから。ほんとにシュンティーかと思った。シュンティーはいや今かかってんで、あのいや何でいいっすか、自分お酒ないやつないやんって。これがシュンティーで、俺は今日みんなやってるから乾杯みたいなのが俺。そう、ちょっと違うでしょ。クレアね、クレアのものはね、あ、クレアね、
クレア君のモノマネいきます。スリーツーワン。母さん帰りましょう。もう今のがもうあのクレアで、無邪気な時の、クレア君もう、ピカさん明日行きましょう。はい、これがなんかあのクレア君なんかあの大体こんな感じ。本当にね、あの あとあれクレア、今日カレー食おう。カレーっすかっていうのがクレア。もうこんな感じ。冬休みで放送してるから、ね、そう、ホストカンバーここにちょっと本当に作ってください。あのもう雑でいいんだよ、これの切り抜きは。適当にパッパパッパ乗せていただいて、あとまあ5分ってことで、あと5分でピカソがフルマラソンゴールするよゴールするよ。感動のシーンまでね、あのもうちょっとだから。そうだよ。いやーね、すごいね、みんないてくれて。おーっと、ルイくんね、ルイくん来ました。ルイくんはルイくんの一発、モノマネまで3、2、1。クソン、飯行きましょう。こんな感じ、こんな感じ。ね、ルイくんはね、なんだろうな、あ、待ってね、もっとあるよ。あ、クソン、クソン、いやいや、切り抜きがなんかもうだいぶ雑になってきた。はい、出ました。はい、あぶねあぶねあぶね、かぶりすぎや。あのね、ちょっと巨大化した、はい、ヒーローくん、今椿くん、椿くんはね、はい、ヒーローくんのものね、スイーツは、私病んでないので、病んでないのでって特に言うわ。そう、レイくん一番イケメン。レイくんね、うん、そうだよね。レイくんはね、うちの店にございませんあのレイくん誰なのかなっていうね。はい、30秒前ってことでね、今日も見てくれてありがとうございます。あの本当にね、シュールな放送になったんですけど、本当みんなのおかげで、あの助かりました。ありがとうございます。はい、今月、あ、そう、あの伝えたいことがある。今月は締め日が水曜日やります。29日が締め日です。ってことでみんな締め日29日なんで、それまで、ちゃったった。